ぶち切れそうだぜ。無理。ラックルに見えるちょい下だぜ。回転量よりは回転の誤差。さあ、フォア側しか狙わせねえぜ。対応力よりは限定力。あたり、なんでミドル深めだ。コースで考えるより落下点で考える。新しくはしっかり見よう。バレバレだ。一点を凝視するよりは全体をなんとなく見る。じゃあ今日も練習しようよ。またなんか私強くならねえ。どうしてだろう。あ、俺そろそろおじいちゃんとの練習時間だ。じゃあね、おじいちゃんサーブ前からめっちゃレシーブ練習になるんだよな。同じ人と練習するよりもいろんな人と練習する。よし、なんか強くなれるな。じゃあサーブからバック対応で崩れたら覚えて。はい、なんか強くなってるな。規則的よりは不規則的。青ちゃん最近調子どんな？え、どれ？直線は絶対いつか崩れる。俺の場合は波線だ。直線より波線。なんで？流行りの技術より誰もやらない技術。よし、ちょっと疲れてきたから休憩するか。私はまだいる。さあ来い。エナジードリンクよりは睡眠。